愛知県西尾市の三金山に殉国7支廟があります。東京裁判によって戦犯とされた7名の軍人政治家が埋葬されている墓です。祀られている7人は東条英機、土肥原賢治、板垣征四郎、木村平太郎、松井岩根、武藤明、広田光輝です。彼ら7人の遺骨はこの廟の下に収められているといいます。つまり東条英機らの墓はここにあるということです。それでは靖国神社への参拝反対を訴える中国や韓国は一体何に反対しているのでしょうか。彼らは靖国神社には戦犯が祀られているから総理大臣は立ってはならないという。日本には日本のトップであっても、しかも外国から支持され立ち入れない場所があるようです。靖国神社は中国にあるわけでも韓国にあるわけでもありません。彼らは日本に対し、ドイツの首相がヒトラーの墓参りをするかそれと同じじゃないかと声高に叫んでいます。説明した通り、墓は別の場所にあり、神社は神社です。靖国神社に祀られている英霊は2466000余柱と言われていますが、彼らの墓は各々彼らの地元で家族や親族の手によって祀られているでしょう。つまりヒトラーの墓を持ち出すなら全くお門違いな話なのです。日本の総理大臣が個別に殉国7支廟をお参りに行ったでしょうか。中国や韓国は戦犯を別にし、靖国神社を分けろと要求します。神社には神倉があるのみで、神様がお出ましになりお座りになる場所とされています。神倉を分けることは本来できません。もし分けるとすれば、それは分祀となります。分祀したら靖国神社が2つになるだけです。これも墓と勘違いしていると思われます。英霊の遺骨は靖国神社のどこにも埋葬されていません。集合墓地のようなものと勘違いしているのです。これは日本人でも知らない人がいるので残念ですが、神社で墓を見たことがありますか？神社に墓はありません。日本神道の考え方では死とは汚れとされているため、神聖な神社に持ち込むことはない。動物の肉なども食料であっても神社内に持ち込むべきではないとされています。実際に韓国は墓を掘り返すことが当たり前の国です。実際に国家権力が墓を掘り返すことを正当化する破墓法という法案が2020年に国会に提出されています。これは過去の親日派の墓を掘り返すことを正当化するというものです。韓国では先日も朝鮮戦争の英雄を旧日本軍に従軍していたという理由で、国立ソウル研究院に埋葬させるなと国を二分する騒ぎとなったり、日本からすると理解しがたい文化を持つ国なのです。そもそも神社は墓ではないこと以前に、墓に対する認識すらも理解不能なレベルなのです。これは歴史問題として捉えるべきではなく、宗教観や倫理観として考えた方が整理できる部分が多いです。つまり死者についての扱い方の文化の違いであり、彼らは自分たちの価値観と同じように死者を扱えと要求しているに過ぎません。その他に韓国では法の不遡及の原則が全く通じない国です。法は過去に遡って罰することはない。韓国では現代の価値観によって過去を評価し切り刻む文化です。日本の靖国神社とは、日本のために命を落とした人々を祀っている神社となります。それが結果的に他国から犯罪行為と非難され、処刑されたものであろうとも、国の公務に従事し、当時の日本の法律、社会正義にのっとって戦ったことは、否定できない事実となります。そして、日本国内法によって戦犯と判決された人は一人もいません。つまり未来から過去の価値観を裁かないという日本は、彼ら、半島の人々の社会通念とは大きく違うのです。日本もこれは日本の宗教観の侵害だ、法治国家としての社会倫理の侵害だと、はっきりと言えれば良いと思うのですが、どうなのでしょうか。日本のマスコミも靖国神社参拝について、中国や韓国の考えと全く同じように報道しているように思えますが、逆に何でも上げ足を取るマスコミなのに、靖国神社に参拝しない総理大臣を非難することはありません。さて、
今回は靖国神社と墓の関係についてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。